月寒中央駅は、北海道札幌市と夜開く月寒中央通り7丁目の国道36号下にある札幌市営地下鉄東方線の駅である。駅番号は H13。もともと既存市街地に作られた駅であることから、4カ所、ある出口の内公園隅に位置する1番出口を除く3カ所は、民間ビルの中に出入り口が作られている。エレベーターがあるのは3番出口。 3番出口には、下り方向のエスカレーターも設置されている。なお、1番出口は、防犯上の理由により22時30分に閉鎖される。地下2階に改札口、地下3階に一面2線の島式ホームがある。1994年10月14日に、同時開業した、学園前駅、豊平公園駅、みその駅、福寿駅と同様、 建設費節約のため在来路線と比較して、ホームの幅が狭くなっている。隣のみその駅との間は、民家化を通過するため、札幌市営地下鉄発の山岳トンネル工法で作られた月サムトンネルがあり、同トンネル内では対抗線との間に柱等がないのが特徴である。札幌市交通局が2004年4月1日に発行した 札幌市営交通ご利用ガイドの表紙下段部には、道トンネルの写真が掲載されている。札幌市交通局によると、2019年度の1日平均乗車人員は9235人であった。駅開業後の1日平均乗車人員の推移は、以下の通りである。地下鉄は、国道36号線の下を通っており、出口も国道に沿って設置されている。 月サム中央バス発着場1994年10月14日に JA 月サム中央ビル内に開設した月サム中央バス発着場のほか周辺路上にバス停留所が設置されている2019年12月の平日1日あたりスクールバス等の飛行地便を除く発着便数はバス発着場、路上停留所を合わせて570便 2020年7月22日現在、すべての路線が北海道中央バスで新千歳空港連絡バスには北斗交通を含む。路線詳細は営業所記事を参照。ありがとうございます。